誘おう。面と向かうと照れくさいけど散歩行かない、ほんの少しの勇気を出せば一緒に食べない、久しぶりでも関係ない。さあ思い立ったがポッキー持って、かすみちゃん、いつか誘おうを今日誘おう。こうなかなか外に気持ちが向かない近年だったと思うんですけど、まあ、少しずつなんて言うんでしょう、つながりを取り戻していこうっていう、なんかそういういいスタートになる CM になるんじゃないかなと思って、たくさんの人に見ていただけたら嬉しいなというような撮影でした。地元にいるお友達はなかなか会える機会も少ないので、私が実家の方にも帰れてないっていうのもありますし、そういう地元にいるみんなに声をかけたりしてみたいなとは思いますね。旅行に行きたいです。日本でも行ったことのない街たくさんあるんで、そういうそれぞれの土地の文化を感じられるものを見に行ったりとかしてみたいなと思います。どうなんだろう、なんか多分こうみんな気使って誘いづらいと思うので、スケジュールが空いてなさそうだなとか、なんでこっちから何日空いてるんだけどどうっていう風にする方が最近は多いですね。メールですね、そのメールで最近忙しいのか確認して、今ゆったりだよとかだったら何日空いてるんだけどとかっていう風にスケジュールを合わせて会ったりします。思います、温度感がやっぱり伝わらないですからね、その電子の中の世界って。こういうきっとすれ違いももっと多分今まで以上に生まれてると思うんですよ。実際本当はそういうつもりじゃなかったのにとか、いろんなねボタンの掛け違いでギクシャクしちゃうことも便利になる反面あるのかなって思ったりして、なんで、まあ、そういった場合は今テレビ電話とか手段はたくさんありますけど、それでも相手と会ってなんか空気を一緒に過ごす、その共有するっていうことが、改めて大事かなと思ったりしますね。はい、最近映画を見れてないので、ちょっとそういう映像作品にたくさん触れたいのと、あとは次の作品に向けて勉強しなきゃなとかあとはそうですね、そんな感じですかねあんまり大きくは変わらないけど、なんか変わらないことを突き詰めるというか、なんかそういった風に過ごせたらなと思います。こんにちは、有村架純です。ポッキーの新 CM に出演させていただくことになりました。なかなかこう友人とか大切な人を誘いづらい、世の中ではありますけども、ポッキーを持って、たくさん話して、大切な人と一緒に時間を過ごしてもらえたらなと思います。皆さんもぜひポッキーを手に取って大切な人を誘ってみてください。有村架純でした。
できるですか？すぐ入ります。大丈夫、確認だけ、今確認だけしてもらってすぐ入っちゃいます。はーい、ここ視線なんで本間さん。じゃあさそう。面と向かうと照れくさいけど散歩行かない、ほんの少しの勇気を出せば一緒に食べない。 Yeah. 久しぶりでも関係ない。さ、思い立ったがポッキー持って、かすみちゃん、いつか誘おう、今日誘おう。